もさんです。というわけで、ね、今回もスターバースで登場した新規カードを採用したデッキを使っていこうと思うんですが、今回はねもう死体蹴りされまくっているということでね、みんなね諦めているかもしれないこの無限大な VMAX デッキを救っていこうかなと思います。今回使う無限大なデッキは、まあ、こだわりベルトの登場によってね、ドレッドエンドが最大300ダメージ、出るようになったということで、ジグザグマとね、回収ネットをちょっと多めに入れてみて、相手のポケモン VMAX を、まあ、結構ワンパンレベルで攻撃していけるような無限大なデッキで作ってみました。さあ、それでは早速ね、ハッサンと対戦していきたいと思います。お願いします。最初はグルー、じゃんけんぽい。対抗でしょい。対抗でしょい。先行。はい。お願いします。しまい。嵐の山脈、貼って、メリープ出します。風船、もうね、2枚つけちゃうわ。で、逃げます。はい。で、エネルギー貼って、クロバとナイトセットで2枚なんで4枚引きます。全然アルセウス置ける可能性あるやん。置けないこれで終わります。1枚。なるほど。そしたら、うわハイパーボール、無限大のベマックスとアクエネルギーをトラッシュしてクロバット持っていきます。はい、手張り、うん、無限大なナイトセットで4枚引きます。はい、なるほど。クイックボール、はい、ガラルファイヤー V 持ってきます。もう博士もあると。まあそういうところもある。ジャイアンの翼使います。はい。で、感触ヘッドを使うと見せかけて使いませんいいよ。はい、はい、マリー、うん、マリーから入ったね。じゃあ4枚、悪の塔に張り替えます。はい、悪の塔で悪の塔トラッシュして2枚。はい、クイックボールで無限大なトラッシュしてブラッキーウェイを持っていきます。じゃあパワーアクセルで、はい、30点。はい、1枚。もっとね、ね欲しかったけど、あれクザ出してどうしようかな。これでエネハル博士の研究使いますわ。はい、7枚。メリープ、で300張り替えます。はい、進化のお香を2回使います。はい、モココとレックザ VMAX 持ってきます。で、レックザ VMAX とモココを進化して、で、風船をまあ、このレックザつけるかな。うん、総空のハードを使います。はい、で、2枚トラッシュして3枚いきます。クイック使うか、メリープトラッシュしてクイック使います。アルセウス来るか、ついに。そう、もうさすがに置かないとちょっとね。で、エレキダイナも使います。はい、1枚。で、風船で逃げます。はい、で、レックザ VMAX 前にして、で、これでダイバーストで2枚トラッシュして、180入れてきたね。うん、で、終了で1枚。悪の塔に張り替え、はい、ナイトアストで5枚引いて、さすがにこっち進化かな。進化、さすがに裏か、さすがに。で、感触ヘッドで前に10与えます。刻んでくる。で、ハイパーボール使って、はい、無限大なにしとこう。で、博士オッケー。7枚。ああ、これ次第だな。なるほど。悪の塔。はい。クイックボール。はい。
フロワットはまあ使ったけど持ってきておく、うん、手張りジャエン、まあさすがに倒せないでしょ前は。そうだね、お守り、はい、これでパワーアクセル30でパワー割ります。まあでも釣りはまあ倒せるっていう、おおむね倒せるって感じなるわけね。引きます。あーそっちじゃないけど、まあいっか、マリー使います。はい、なるほど。ハイパーボールでレックーザと博士の研究をトラッシュします。はい、でアルセウスを持ってきて、で普通の釣り竿を使います。メリープとエネを戻します。はい、これでポケモン入れ替えを使ってもうここを前にするかな。でこれでソークのハードを使います。はい、手札0枚なんでそのまま3枚いきます。こっちも進化するわ、うんうん、で雷エネルギーつけます。でもう1回ソークのハードを使います。はい、パルスとのせい3枚、じゃあエレキダイナモを2回使います。はい、トラッシュの雷エネルギーを2枚つけます。うんうん、そしてモココ風船で逃げます。そのために釣り竿でエネを戻したわけだ。そうなんだよね、ちょっと引けるために戻したんだけど、だこれでトリニティノバを使います。はい、で復帰からエネルギーをつけます。いやでもこれね320の方はね倒されない気がするので、こっちに3枚つけますわ。 OK、じゃあこれで2枚もらいます。はい、どうぞ。じゃあまあ無限大な前で、うい、1枚風船をクロバットにでもつけておいて、じゃあブラッキー VMAX でこいつはちょっと倒せそうだから呼び出して、ね、博士、はい、キャプチャーエネルギーを無限ダイナにつけて、はい、キャプチャーはもうね深い理由があってクロバットで、海よりも深い、もう山少ないから頑張って並べるわけ、種がいないわけよ、で枚数お願いします。じゃあ3枚で、はい、で、まあ、ここを進化しといて、うん、こだわりベルトもつけといて、で感触ヘッドで、はい、ここに1点、これで倒せるようになりましたよと。で、邪炎の翼は使えるので邪炎の翼も使っておいて、悪の塔は使えるか、悪の塔も使うか、悪の塔使います。 OK、 これで、ドレッドエンドで3枚取ります。まあブラッキーがね裏にいない分だけちょっと安心はしてるけど、まあ言うて3枚だからな。1枚いきます。はい、いやごめん、お守りがついてるぜ、ね、これね、嘘嘘、こいつ前だわ、逃げねを逃げないといけない、うん、前アルセウスね、そう、前アルセウスで、進化のお子を使うわ。はい、で、からで、クイックボール使ってアルセウス切ります。はい、で、メリープ持ってきます。で、これ逃げに切ってモココ出します。はい、で、ねこれで1エネ入ります。はい、からのエレキダイナモを2回使うか、2回使おうかな、ここで OK、 2回使う。はい、でこの状態でポケモン入れ替え使います。はい、
やばすぎでしょ。分厚すぎでしょ。バテオンが来たな。めちゃくちゃ根ついてる。めっちゃ根ついてる。で、4枚だと落ちないからね、お守り。5枚じゃないとね、倒せないからね。で、ソークの鳩使います。はい。1枚捨てて、3枚引きます。これで、じゃあダイバースト使います。5枚トラッシュ、ね。5枚トラッシュ。で、3枚もらいます。はい、1枚。はい。いや、これスタンプないとね。あ、いったわ、これマジで。ハイパーボール倒せちゃう。穴抜け、アクエネ。これで最後に温存した3枚目のガラルジグザグマカットお願いします。マジかよ。枚数でお願いします。1で1。マジか。感触ヘッド10。はい、回収ネット。感触ヘッド10。アクエネ手張り。うわー。そしてまあ意味ないけど悪の塔で2枚逃がして前出して、なんとね、こだわりベッドがついているのでマックスドレッドエンドが、270-300ダメージで気絶3枚。強えわ。ありがとうございました。ありがとうございました。このね、やっぱね、ジグザグマプラスこだわりベルトの VMAX ワンパン性能、これがね、新しい無限大の時代なわけよ。で、決まったね、最後華麗に。いやキャプチャーでね、クロバットを出すぐらいジグザグマを温存したかったわけよ。いや、最後の最後にやっぱね、マックスゼルの杖は無限大な。しゃあ、というわけで、デッキ紹介。はい、デッキ紹介です。今回こちら使った無限ダイナの構築になっております。ブラッキーラインが3、3、無限ダイナが3、4で入ってまして、ガラルファイヤーが2枚、クロバットが4枚、そしてジグザグマが3枚という感じのね、まあ、結構ね、あのジグザグマって最近の無限ダイナはもうだいぶね減っている傾向にあったんですけれども、今回からねこだわりベルトが登場したということで、結構ジグザグマの作用が強いんじゃないかなというようなコンセプトになっております。まあ、ジグザグマとね回収ネットが2枚入っていて、まあ、計5枚入っているので、まあ、最大でね50点を好きなところにばらまくことができるというわけなんで、まあ、今回みたいにね、あのこだわりベルトと合わせると、まあ、あのポケモン VMAX を大体ね2体とか倒せるんじゃねっていうぐらいの枚数にしてあります。で、入れ替え札がね、風船、入れ替え、穴抜けとね、計3枚採用されていまして、大きなお守りもね、1枚採用しています。で、エネルギー付け替えがね、まあ、いざという時に使えたらいいなという感じで1枚入っていて、ハイパーボール4、クイックボール4、そして悪の塔が4枚。悪の塔は、まあ、頂への雪道だったりとか、崩れたスタジアムの対策として採用していて、まあ、あの、ブラッキー V やブラッキー VMAX も切ることができるのでね、まあ、結構ドローエンジンとしても優秀という感じで、まあ、今の環境の無限ダイナのスタジアムは悪の塔で決まりかなと個人的には思っています。サポートは、博士の研究は4枚、マリーが2枚、ボスのシェルが1枚とね、まあ、結構少なめになっておりますね。まあ、そこの分はやっぱりブラッキーの特性だったりとか、クロバットの特性で回していくことが重要になってきますと。で、まあ、エネルギーがね全部で10枚採用してます。無限ダイナー個人的にはね、あのエネルギーケチって9枚とかの構築もたまにあったりするんですけれども、まあ10枚かなと思っています。まあ、あのキャプチャーエネルギーがね2枚採用されているので、ブラッキー V をね少し置きやすくなっているのかなと思います。無限大なデッキはすごい使いやすいデッキでもありますし、まあ、本当にね、あの攻めっ気が強いデッキで、先行の時なんかはねもうあの安定感ピカイチですし、まあ、流行りのミュー VMAX にもねかなり強いんじゃないかなと思っていますので、まあ、結構ね初心者の人にもおすすめのデッキです。よかったら使ってみてください。シャロンチャンネルではですね、今後もこういった対戦動画などもガンガン上げていきますので、見てくださった方ありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。